性を狙った暴行事件が頻発しています。警察は男性の夜道の一人歩きは控えるように促す異例の通達を各警察署に行いました。まあ、結婚したん？結婚してない。聞けたな。給料安すぎる。手取り13万ですよ。私が人妻だったらよかった。お前頭おかしいんじゃないの？この人今頃どうしてんのかな。それあれだろ、殺されてったろ。めっちゃかっこいいじゃん。超怖いんだけど。行方不明の人書いてあるメッセージとか。なんでキャバで働いてるの？別になんとなく私超人に飢えてっから。ハルコ、安住ハルコ、ハルちゃん、安住ハルコ、安住さん、安住ハルコは終了だな。器物損壊で3年以下の懲役。待って、どこ行くの？私は生きてる。